皆さん、こんにちは。のペンです。ホームスイートホームやっていきますしう。優勝さ、恋人のジェーンがね、こっちの世界に迷い込んでるらしいんだよね。だから助けに行きましょう。さあ、懐中電灯。<laughs> ああ<ー>ジェーン早くジェーンよね,ね、<laughs> お前、男だろ。どこだどこだ <laughs> これは近くにいるみたい。こっちかなジェーンを探さないといけない。彼女はこの中にいるかも。 うわあちょっと道がたくさんあるから。えー、っと。わなんだなんだ今のドゥンはこれはナイフの写真。写真会。わあやばい、なんか。なんかクリーチャーみたいなやつがいるぞ。もう戦いようないしな。とりあえず私には今、 ナイフの写真があるからなナイフの写真がねこちらなさあジェーンどこにいるんだ一緒に帰ろうなんかドゥンドゥンいってんだよな怖いな怖いなやだな <laughs> やだな怖いなさあ何事もなくいってくれればいけろ 今んところは大丈夫ただ立てないなさあこっちにはうわまたあの女の人いるかもしれないしな本当怖いよねそして早く隠れる場所を見つけたいうんと階段と物置 かあー物置には入れないじゃあここ行くしかないねとりあえずライトは切ってはいはいうわ中いるえー、っとはい J の日記正直言うと本当に大丈夫じゃないぐっすり寝たと思ったのになぜこの古い木の家にいるそしてとの怖い影って何 こういうでかい鍵を見たことがないでも今回自分で夢から覚めた自分の部屋に起きた一体何が起こったこれ悪夢ってことかなでジェーンも同じ悪夢を見てるいやわからないなまだまだなんだ,なんだなんだなんだ犬かオオカミそしてこれは えーっと、ナンバーがあるな。ナンバ式か。どっかにヒントがあるはず。ええー、とこっちか。うわぁ、外出たくねえなぁ。あ、外じゃなかった。外じゃないんかい。けどう安心した。はい。暴走族の写真お若者たちのグループ写真。はわー これがタイの暴走族か見た感じ普通の男の人たちと変わんねえななんかこうリーゼントとかではないんだえっとえっとあれナンバーのヒントとかないのやばいこれ積むぞ私積んだかもしれないどっかにヒントが隠されてないか えっと、例えば、この暴走族の写真に何かあるのかもしれない。でも、移動できないな。えっと、この、あれかな、バイクのナンバーこれ4桁だしな、でも。いや、6桁か。で、こっちは 3桁だもんな。えっ、ー、と、とりあえず適当にやってみようか。9、8、えっ、ー、と、はい。あ、ダメか。えっ、ー、と。ダメか。うん。どうしよう。こっちなかったかな。えっ、ー、と、えっ、ー、と。どっかに数字は書いてあるはず。 あー鍵がかかってるじゃあヒントはこの中にあるはずなんだそしてこれはなんだえ有名な人かなわからんそして天井もくまなく見てみようあ待ってなんかあるこれなんだろうえこの,のあったっけ あ、なんか、なんかテロップがあったんだけど、見逃しちゃったえ。え三色で書かれた壁。何かを意味する。えっと、あー、なるほどこの、黄色が一番左で、ピンクが真ん中。で、青がこの右のところのナンバーを示してたね。だから、黄色が1、2、3。ピンクが1、2、3、4、5、6、7。で、 青が2つだから 372? ってことかなやっと見つけた。はーい。えー、っとはーい。372。これでどうオッケー外れたーやったーちょっと時間かかったなコーナーのとき。さあそして。 ここはもう外なんだよね。何なんだろう。わあ。虫が。えー、っと、で、こうか。はい。ジェーン、な何 <laughs> ビビりすぎだよ、私。ジェーンはどこにいるんだろう。そして、こんなとこで、なんかす、普通に生活してんのかな。えー やべ、めっちゃあっち、犬が吠えてるから。ほ、ほーほうなに,なに,なにうわあ <laughs> なんかいたよなんだあいつなんか、ちっちゃかったけどね。見た目。なんか猿かなんかかな。で、こっちは、はい。開けまーす。はい。あ、さっきの部屋と一緒 え、違うよねあはいはいはいなるほはい<ん>あーお前かはヤソウトン放送局からのニュース報道ヤソトン放送局は当時当地の警察署長からヤソトン行動の暴走族を逮捕する計画について最新報告を受け取りました まず、計画のレポートによると、10人ぐらいの暴走族が逮捕されました。しかし、数人は逃げることができました。ピチャイ・マナパイ・ブーンというバイク盗難事件容疑者。また、この暴走族の総長も、その中に含めています。再最新情報があればすぐ提供します。了解です。そうか。警察が、総出で、暴走族を捕まえようとしてたんだけど、総長が逃げちゃったのかな で、ああ、さっきの、ヒントのとこは何もない。ってか、こう、ああ、と、あれ、なんで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 こうなったえー、っと、これなんだろうね。はい。オイルドリッパードピラー。なんか儀式みたいなことかな。 あー日本語じゃないから全然わかんない。えー、っと、じゃあまずこっち。ああ、ここは何もなしか。えー、っと、じゃあ上行きましょう。まあ、一本道だから進めやすいっていうのはあるな。で、ドア開けれるね。これははい。えー、っと、新聞。最低な泥棒は高齢者に危害を加え盗難。 隣,え隣人は事件の前日に騒ぐ声をが聞こえた。3月8日にヤソートン警察署は隣人にジンダーマナパイプ被害者、えー、女60歳が被害されて意識不明になったと報告された。えー、多分当初だね。被害者は近くの病院に運ばれた。警察の取り調べによって容疑者は3人以上である。 その中に被害者の息子、ピッチャーイ・マナパイプーンも今回の盗難事件に関わりがある。えー、なんか、あれなのかな親族の人に、この、60歳女の人は襲われたってことかななんか歯入ってんだよな。あ、ああなんかいますなんかいるぞやべやばい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 。私やばいぞ。相当やばい。 こう,こういけるこういけるこういけるいけないいけないかはいあえっバカバカへこれは何バカー <laughs> でなんか書いてあるけど読めない <laughs> 全然わかんない <laughs> これ何語なんだろうね 絶対あの化け物気づいたな私にはいえー、っとまだいるまだいるあもういないわえー、大丈夫じゃちょっとえー、っとはいうわー動かすんだったらそう言ってよ俺新聞取るもんかなと思ってた でここがはい。で、特に取り忘れてるものはないね。えー、っと、何かあるかな。だっ回閉めとこう。はい。で、こっちには、何があるわ暗っ、はい。めちゃめちゃくらいな。 で、どこへ行けといいのだって、一回戻りましょうん。なんだろうな。何かを取り忘れてるのかうんと。えー、っと、なんかあるかな。え、あっち行くのかな。あ閉まってる。なんだ

後ろに誰もいないわあ、ジェーン、どこ行ったんだはい。よし、オッケーもうちょっと、そ当っと、こうか。オッケーなんとなく、覗くき方が分かってきた。はい。で、ちょっと雰囲気変わったな。よし。うわああ、しめられたってことか。びっくりした。 で、こっちは入れないじゃあこっちか走って大丈夫かなはいはいなんか聞こえるうわー早く、はい、消したい怖いもんうーんとはいこっちはドア こっちはああ入れるっぽいな。とりあえず、この音楽を披う音楽っていうか、ラジオ。はい。お化けとカルマの法則についての説教。全員に聞いてほしい。えー、他人に悪いことをして、たとえ親でも友達でも、親、恩がある人に害するでも、または小さな行動、例えば、島内や周りの人、えまあまあまあいいや。うん、はい。 さドアを閉めて。まあ、聞くに耐えないってことはないけど、まあ、なんか、全部聞いてると眠くなりそうな感じだったから。よし。で、ドア閉めて。上か下かどっちかだなぁ。下行ってみましょうか。あ、下、行き止まりか。あー、どうぞどうぞどうどう何なんだこいつは。 で外はわあ何も見えないはいほう何だうわあ怖いなで特にこっちには何もないな一回行ってみようかはい誰かいますか はいなになにどうすればいいどうすればいいえっな何,何何がある何が何かいる何だあいつ何かいるなじゃあ今回はここまでにしましょうかはいご視聴ありがとうございました次回をお楽しみに よろしくお願いしますのゥンでしたさよなら